沖縄のアメリカ海兵隊基地キャンプバトラーは沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の基地及び施設を統括する組織の名称として使用される語であるバトラー基地と表記されることもあるなお沖縄の海兵隊拠点の一つである普天間飛行場はキャンプバトラーの管轄下には含まれておらず独立した基地として扱われているスメドレダーリントンバトラー少将は その時代で最も栄誉を受けた海兵隊員であった。名称のバトラーはアメリカ海兵隊の英雄として知られ、二度の名誉勲章を受章し、除隊後には反戦活動家となったスメドリー・バトラーにちなむ。キャンプ・バトラーの住所は沖縄県中部のキャンプ・フォスターの在日アメリカ海兵隊司令部ビル内に所在する。 在日アメリカ海兵隊の司令部は1957年4月1日にキャンプマクトリアスに設置された後、1965年10月にキャンプコードニーに移転、1969年11月には再びキャンプマクトリアスに戻り、1975年8月に現在のキャンプフォスターに移転した。もともとキャンプバトラーはキャンプバックナーと呼ばれていた。これは、 アメリカ陸軍所属の軍人で沖縄戦に司令官として従軍し戦死したサイモン B ・バックナージュニアにちなむものである。アメリカ陸軍の部隊の大半が沖縄を去り、中流軍の主体が海兵隊となった後、1955年にキャンプ・バトラーに名称変更された。アメリカから太平洋を遠く離れた沖縄の海兵隊基地にバトラーの名前が付けられられたのは、 皮肉なことである。バドラーは1935年の有名な著書で、米軍の国外への展開に強く反対していたからで、ある。ありがとうございます。